県は今年の猛暑など異常気象で被害を受けた農家を支援するため、金融機関から資金を借り入れる際の利子を補助する取り組みを始めました。この補助事業は今日の県議会農林水産常任委員会で県が明らかにしました。対象となるのは今年の夏の猛暑や雨不足のほか、3月29日からの霜、先月6日の強風と雹で被害を受けた農家です。運転資金や農業施設の復旧費用として果樹農家は最大500万円、その他の農家は最大200万円を限度に金融機関から融資が受けられます。その利子について県と市町村が一部を補助して 0.9% に引き下げ、さらに金融機関が追加で引き下げた場合は無利子になる場合もあります。また県では今年の高温被害のデータを分析し、来年以降に向けた技術的な対策について取りまとめていく方針です。特に米の場合にはですね、高温耐性品種ということがますます求められているというような状況ですので、こちらの転換の作付けの転換に向けた支援というについても今後具体的に検討していきたいというふうに考えてございます。